ニガンズは2013年のアメリカ合衆国のアクションコメディ映画。監督はアイスランド出身のバルタザル・コルマキュル。出演はデンゼル・ワシントン、マーク・ウォールバーグなど。原作はスティーブン・グラントの同名のグラフィックノベルである。映画の撮影はニューメキシコなどで行われた。麻薬取締局の特別捜査官。 ボビー・トレンチとアメリカ海軍情報局所属のマイケル・スティグマンイコール・スティグは互いの身分を知らずにメキシコの麻薬をパピ・グレコの組織に近づくべく潜入捜査をしていた。潜入捜査から1年後、ボビーとスティグは共に行動していた。ある日、ボビーはグレコから偽装パスポートと引き換えに麻薬を受け取る約束をしていたが、パスポートの見返りは金で渡される。 さらに潜入捜査に協力するはずだったトロがグレコに殺されてしまう。友人のトロを殺されたスティグは、その報復として銀行の貸金庫に預けてあるグレコの資金300万ドルを盗むことをボビーに提案する。その帰り道、二人はアメリカの税関で逮捕される。逮捕したのはボビーの上司のジェサップであった。ボビーはグレコを有罪にできる証拠であるコカインを、 入手するために潜入していたが、取引に失敗したことを報告する。捜査は行き詰まり、継続を懇願するボビーにジェサップは2週間だけ、猶予を与える。ボビーは、かつての恋人で、今回の任務で、自分の監督官であるデビーと打ち合う。ボビーは、デビーに、スティグから提案された、銀行強盗の計画を話し、ジェサップに内緒で現場に踏み込み、 資金を押収するように頼んでいた。押収した資金から、パピの逮捕の糸口をつかめないかと考えていたからだ。一方、スティグは、上官のハロルド・クインスに指示を仰いでいた。銀行強盗は、麻薬カルテルを一盟打人にするために、スティグがハロルドから受けていた任務であった。そして、ボビーとスティグは、グレコが金を預けている銀行を襲撃する。しかし、 金庫の中には4300万ドルもの大金が入っていたのだった。予想以上の大金に驚いた二人は予定通り金を盗むことに成功するが、カッコ内は日本語吹き替え映画レビューサイト6点、トマトズにおいては104のレビュー中58%の支持を得て平均点は10点満点のうち6点を獲得した。ありがとうございます。